2018明治安田生命 J3 リーグは第31節を迎えております。さあエスコートキッズ、そしてフェアプレーフラッグに従ってブルージャ森岡、そして YSC 横浜亮選手が入場してきました。向かって右側、青いユニフォームがホームの YSC 横浜、そして向かって左側、黒いアウェーユニフォームがブルージャ森岡です。それでは YSC 横浜のスタメンフォーメーションで確認していきましょう。キーパーは浅沼、ディフェンスラインは右から川野、中西、宗近、大泉、中盤が右から北脇、小沢、後藤、三沢です。トップ下、少し左寄りの位置に奥田、そしてトップが辻正雄と予想しています。ブルージャー森岡スタメンと予想フォーメーションでご覧いただきましょう。スタメンはご覧のメンバーです。フォーメーションご覧いただきましょう。キーパーは土井、3バックの右から旗本、福田、田中、ボランチの位置に小谷と山田が入ります。サイドハーフは白石と江頭、シャドウの位置に今日は嫁坂と注目の中国から来ました19歳陳が入ります。トップは藤沼拓夢が務めます。おっと、これは奪い取りました。グルージャー中には走っている。さあ通ればチャンス、中がフリーだ、シュート、ゴール、嫁坂、藤沼が抜け出して嫁坂がフリーでした。まずは先取点取っていったのがグルージャ森岡です。ドリブルで北脇が攻め込んでいきます。川野がクロスを入れるが中で対応、まだワイヤスの攻撃です。キープ、梅坂が待っている。さあ陳に渡る、陳のシュート、チャンス、シュート、もう一度シュートだ、バーに当たった、シュートはクロスバーに当たってきましたが、この小谷のパス見事でした。藤沼からフリーでもらいましたこの陳ですが、一つこのサイドバックの上がりというのも YS 横浜のこの調子のバロメーターということになるでしょうか。シュート打っていきました。さあこのドリブルがシュート、北脇が打っていきました。さあチャンス、ふわっと浮かしてシュート、ゴール前に当たった、止めました、土井が守っていきました。パスがつながって、最後はふわっと浮かして打っていきました。左サイドパスがつながる、トラップ、ノート倒された、 PK、 これは PK 倒してしまった、小谷です。さあ大事な PK となりました。この辻、決まりました、同点、辻正雄、エースの安定感を見せました。今シーズン4ゴール目。さあ前に飛び出した、また辻だ、シュート打てるか、切り返してカットイン、シュート、チャンス、シュート、ゴール、辻が帰ってきました。この笑顔、つらかったリハビリを支えた、そんなメンバーと喜びを分かち合います。さあ前線に入れていきたい森岡、さあその谷口に渡ればチャンス、嫁坂テクニックでかわす、引っかかりましたか、ホイッスルが鳴りました、フリーキックを得ました。右足なら39番の小谷、そして左足ならば嫁坂、小谷が蹴っていった、ゴール、決まりました、
小谷が決めました。グルージャ盛岡再びリードを奪いました。奪いました。ここで嫁坂奪い返した三沢、嫁坂が勝った。さあ谷口だ、エースの谷口攻めていく。さあシュート決まった。谷口海斗今シーズンの12得点目が決まりました。エースの谷口、菊池采配当たりました。さあ YS ほぼ全員の選手が、キーパーの浅沼も上がっていきます。ラストプレーとなるか。北脇の頭を越えてしまった。ここでホイッスルです。試合終了。打ち合いとなったゲームはグルージャ盛岡、見事最後守り切っての勝ち点3。逆転弾はエースの谷口、見事なシュート精度で決めていきました。